はい、こちらはデイ10ですかね。金曜日、トリートファイターリーグの前日です。で、本日アバロンに来ております。今も試合は始まってましたよ。アップ始まってます。ただな、クロスオーバーと、2位抜きをかけて今争ってるので、次の試合、何が何でも勝ちたい。温めとけよ。次はハリベル。ハリベル。ハリベル。さあ、ついにグループ A の山場、河野対ハリベル。河野は25、ハリベルは僕が最初になった時はまだ10代でした。しかし彼ももう今や31でございます。河野ハリベル11になりました。ちょっと現場の びっくりした。ハリベルちょっと余裕を見せてきましたね今。まさかのホンダピックはストフォーからの剣使いですからね彼は。さあこれすごいいい勝負。中間距離のねパリーをかなり狙ってきてるんで、まあうまくそこにね投げに行ったりしたい。おーユージはすごい回してる。あこれがバーンと回復されちゃうかもな。おおナイス。おお来た。あーでもゲージが、いやゲージ足りなくてこれ。激戦を制した。いやこれやだ、手に汗握るな。うわー何度もやってくる。もう投げ傘ね、さすが検証してたからな。さあバーンアウト狙いますね。ダイバー、おワンアウト。さあこっからどう料理する。当たった。これはリノコリか。でも、まあ、スタンはあれか、スタン回復してるな、これ。おいや、いい勝負だったな。あ、負けたハリベル。しかしながら GE でしたね。川野はこれで、あと1人クロスオーバーとの試合を勝てば2位抜けは確実だと思われます。いやー1試合目から手に汗握る試合でしたね。これちょっと明日もこんな緊張感の中戦うんだろうな。ちょっとねシミュレーションして明日のね準備もしたいと思います。これでは、さあ僕は今最前列で
カッコンカップ見ているんですが、最前列に座ってるとね、なんか前に人が来ていろいろもらえるんですよ。まずはこの秋人形、おおめでとう。あ、てか全体的に微妙だと思うんですけど、特に何かありますか。いや、てかハリベルうまかったね。いや、そうなんですよ。てか中足全然食らないしさ、あといや読み分けが崩しの読み分けが噛み合ってなかっただけで、まあ押してたと思うよ。あの戦い方でいいと思うよ。そうですね。次はクロスオーバー、クロスオーバー、一言頑張ります。頑張ってください。フェノム対クロスオーバー、フェノムはもうね、勝ち確定決まってるんで、ここで圧倒驚くプレーが見られるかもしれません。まあまあそんな中なんですが、まず秋人形、秋キーホルダーもらいました。さらにはこちらのうちわ、これはストファイブの時のポイズンのキャラクターのうちわですね。ここに座ってるだけでいろいろもらえそうなんで、ちょっとまだここで粘ろうと思います。これではグループ A、 川野対クロスオーバー、これの勝者が2位抜けです。これはグループ A の最後の試合。川野もクロスオーバーも今日1試合ずつ勝って、これが決定戦です。おそらくクロスオーバーは DJ なんじゃないかなと思います。クロスオーバー35歳、ドミニカ、元豪気使いで兼 DJ なんですけど、兼使うのかな。川野25歳、油乗ってます。クロスオーバーはいつもなんかのフード被ってんだよな。フードの上からあれ聞こえるんですかね。今日上をシャットアウトすることによってちょっと集中力が増している可能性はありますね。さあ、カーのマッチポイントです。クロスオーバーが粘りを見せますが、カーノの牽制かなりうまいです。こっちに来てまたさらにうまくなったっぽいな。さあ近づいて後ろ投げ、ここで相手のドライブゲージも少なくなってスローループ、後ろ、さあこれもうリーサルですよ。何が入ってもいきます。あー、このタイミングか。しかし相変わらずワンタッチです。でクロスオーバー側はツータッチ以上必要。さあ、あー、川野が決めました。今日ね、続々とこれからグループ B から H まで、やって出場者が決まるということなので、まあ目が離せませんわな。はい、アバロンを出まして、せっかくハリウッドまで来たので、ハリウッド通り、有名なね、ハリウッドボールバード、ハリウッドボールバードです。この通りをちょっと歩いてみたいと思います。ここはですね、去年、僕らがまた Airbnb を借りて、LCQ 向けて滞在したんですけど、その時の、滞在先は、まあ、この先の方にあったわけですよ。だから僕らが、アバロンに向かって、去年は向こう側からこっちに歩いてきたと。で、去年ね、通ってる道なんですよね。まあ、夜の治安はなかなかだと聞いておりますが、今は真っ昼間なので、知ってるね。お、ケバ。今日はね、金曜日のお昼、人通りはでもそんなに多くないですよね。まあ、ハリウッドっていうからには人でごった返しているかと思いきや、これだったらね、全然原宿の竹下通りの方が人多いですね。これは何ですか。カーズ&コーヒー、
まあお土産屋さんが多いのかな。まあでもこんなところでしょうかね。お、電波塔か。お、ポパイス。はい、ハリウッド通りでした。また。はい、いよいよ明日ストリートファイターリーグです。で、今、流星、そして秋木さん、そして佐古さん。で、あとでボンちゃんも、来ることでしょう。明日のね、ストリートファイターリーグに向けて、やはりね、チームごとに結構固まってますね。向こうはバンディッツの3人。カバは、ちょっと今日はまだ見れてないかな。で、あとは、まあ、フェノムベジ。いよいよ明日。いよいよ明日です。まだね、正確な、作戦というか、オーダーは、この後決めるんで。まだまだやることあります。